関波安高は、安土桃山時代、江戸時代の道の区国、津軽地方の義民。通称は太郎左衛門。本生は安倍。公平元年、安倍貞党死去の後、その第三子高星丸が乳母に養せられて、津軽に逃れ、長じて、藤崎を漁したが、安高はその子孫である。関八に住み、関上をしていたので死を、関八と称した。藤崎関は、 堺松の下のところで、浅瀬石川の水をせき止めて、慶長年間に二千丁部を考えしたが、出水のために石を破られ、莫大な費用と労力を投じて、これを修復したが、水害のためにその度に崩壊した。安高は、伝承に従い、自ら人柱になって、石の崩壊を防ぎ止め、万人の苦しみを救うために、津軽藩主に願い出たが、 国宝に背くとして許されなかった。その後、席の修復は、どうやっても遂げられなかったので、また、再三再始願いを繰り返し、ついにその許可を得た。安高は大いに喜び、一週間決裁し、慶長14年4月14日、県士役人と官類に結ぶ村民の面前で、水中に身を投じて、人柱となった。その後、不思議なことに水害を免れたので、藩主は、 安高の志を称してその子太郎左衛門に五千、害の他を与える墨付きを授けたが、玄奈元年その墨付きを盗まれたため正伝を没収され霊落した。寛永十五年、関はまたしても水害のために崩壊し、修復は困難であったので、村民は正伝の没収で安高の霊がたたったものであるとして非難した。武行はこの旨を藩主に申し出、 翌寛永16年、安高の霊を祀ったところ、以後水害は大江寛外区域は4千町長部に及んだ。昭法2年、藤崎に福田宮石神社を創建して、安高を祀り、その子孫を代々主官として、車両十国を授けた。ありがとうございます。